皆さんこんにちは今回は日本の医療体制の歴史についてお話ししますまず基本である医療法です1874年に現在の医療法と医師法の性格を両方持った日本最初の近代的維持衛生法規「医生」 が制定されましたその後1942年には国民医療法が制定されましたが第二次世界大戦が終わった後は平和な時の医療体制に切り替えるために国民医療法は廃止されましたそして1948年医師法歯科医師法 保健婦助産婦看護婦法、現在は保健師助産師看護師法ですといった資格に関する法律とともに医療施設の在り方を定める法律として医療法が制定されましたその後1985年に医療計画の導入など第一次医療法改正が行われています。 その後も何回か大きな改正が行われ、現在に至っています。医療体制の歴史は、3つの時代に分けてお話しします。1945年から85年、85年から90年代前半、そして90年代以降です。まず、1945年から85年、 医療基盤の整備と量的拡充の時代についてですまず公的病院の整備充実について太平洋戦争は生活経済また医療にも私たちの国に大きな被害をもたらしました戦災で多くの医療施設が破壊閉鎖され 医療従事者の不足や食料医薬品衛生材料の不足もあり戦後の日本の医療施設の状況はとても悲惨でしたアメリカ軍を中心とする占領軍から返還を受けた旧日本軍の陸海軍の病院は1945年厚生省によって 国立病院国立療養所として一般の国民に開放され医療機関の不足を補っています1948年には医療水準の確保を図るため病院の施設基準を定めた医療法が制定され都道府県や市町村が設置する公立病院については費用を国が 補助できる規定が設けられました。国の補助の対象が日本赤十字社厚生連済生会といった他の公的医療機関にも拡大されたのは1951年です。その後1950年代には朝鮮戦争を契機とする経済の回復に加え地方公共団体では病院の建設の気分が高まり 年々、病院の整備が増えました。診療所は、市町村直営診療所の整備に国庫補助が増額されたこともあり、市町村直営の診療所が増えました。また、その他の公的医療機関も徐々に復興していきました。こうした医療機関の整備は、 医療提供水準の向上に大きく寄与しましたが計画性は十分ではなく1956年の社会保障制度審議会の勧告では公的医療機関の乱立が問題視されましたこのため1962年には医療法の改正により国と地方公共団体に対し医療機関不足地域 における病院診療所の整備について努力義務を課されまた公的病院の病床規制の制度が導入されました次は民間病院の整備・充実です我が国では医師の社会的な自由度が高く自由標榜制、つまり医師免許を取得すれば 専門分野や経験年数を問わず診療科を自由に選びまたそれを外部に広告できる制度があります特に民間病院では公的病院で行われたような病床規制は行われず施設の基準を満たせばどこでも自由に開業できる自由開業制が取られましたまた 民間病院の開設を容易にするため医療法人制度が設けられた結果都市部を中心に民間病院の開業が進み1955年からの10年間で民間病院の病床数はほぼ20万床から42万床へと2倍に増加しています。 一一つつのののの県に一つの医大の構想と医師の養成日本の医師の要請は戦前までは大学だけではなく医選で行われていましたその後1948年の教育制度改革で医学教育は新生大学に一本化されました医学部の入学定員は 国民介保険制度が確立した1961年時点で3,000人に満たず医療需要の増大に応じるには不十分でしたその後、1973年には経済社会基本計画に医学部がない県を解消するという 無医大圏の解消が盛り込まれ。一圏に一医大の構想が実現し、その結果。医学部の入学定員は。千九百八十四年に。八千人を超えました。次は多様な高メディカル職種の登場です。看護師の養成施設への入学要件は。千九百四十八年に。高校卒業以上。とされましたが。 太平洋戦争後の看護師需要の増大になかなか対応できず1951年に準看護師制度が創設されました。その後2018年末の看護師の数は121万8千人その中で準看護師は30万4,000人となっています。 また保、保険医療需要の増大や、医学・医療技術の進歩に伴う医療内容の高度化に対応して、コ・メディカルの専門文化が図られ、多様な職種が登場しました。医療マンパワーの中核をなす医師・看護師・歯科医師・薬剤師に加えて、1960年代の後半から、 医学的リハビリテーションの需要の高まりや。検査業務の高度化に伴い。専門技術者の資格として。理学療法士、作業療法士。放射線技師。臨床検査技師などの。新たな資格制度が創設されました。次は老人福祉法と、それから。社会福祉。施設。緊急整備五カ年計画です。 太平洋戦争後すぐの日本の高齢者福祉施策では一部の低所得者を対象に生活保護法に基づいて養老施設に収容する事業が行われる程度でその時代は多世代同居が一般的であり高齢者の世話は家族の仕事と考えられていました。しかし、か高齢者の増加 産業業構造変化による高齢者のの就業機会の減少、つまり農業をする人がどんどん減ってきたわけですねそれから人口の都市集中に伴う家族形態の変化など高齢者を取り巻く環境も変わりつつあり1963年には老人福祉法が制定され国と地方公共団体が 高齢者の福祉を増進する責務が定められましたこれにより、高齢者福祉施策はそれまでの低所得者を保護する給品政策の枠を超えて加齢に伴う一般的な介護ニーズが制度の対象として位置づけられることになりました老人福祉法には具体的施策として 老人福祉施設の設置、健康審査の実施、社会参加の奨励などが盛り込まれました。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が養護老人ホームという類型で引き継がれたほか、経済的な状況にかかわらず介護を必要とする高齢者を 擁護する施設として特別養護老人ホームまた経費老人ホームという類型が加わっていますその後1970年代に近づくと寝たきり高齢者の数やその生活実態の深刻さが明らかになるなど高齢者福祉のサービスが一部の所得の低い人たちだけではなく だんだんに一般的普遍的なニーズとして明らかになってきたため高齢者福祉の拡充と量的整備への取り組みが進められ特別養護老人ホームが増加しましまたさらに1980年代に入ると老後も住み慣れた地域で家族や親しい人とともに暮らしたいという多くの高齢者の希望に応えるため 在宅福祉に力を入れた計画ゴールドプランあるいは新ゴールドプランが策定されましたさて次は1985年から90年代の前半医療提供体制の見直しの時代ですまず都道府県医療計画制度の導入老人医療費無料化1973年に伴う 病床の急激な増加もあり日本の病床数の確保は1985年までにほぼ達成されていましたが地域的な偏在が見られまた医療施設の機能分担も不明確でしたそこで1985年に都道府県ごとに医療計画を策定し地域における 体系だった医療体制の実現を目指す医療法の大幅な改正が行われました。この改正によって地域の実情に応じた医療計画に沿って公私の医療施設の整備を進めていくこととされ都道府県知事が従来の公的病院の病床規制に加えて 民間の病院についても自由開業性を前提としつつ二次医療圏単位で必要病床数を設定しそれを上回る病床過剰地域において都道府県医療審議会の意見を聞いた上で病院の開設増床などに関して勧告を行うことができるようになり自由開業制に一定の制約が 課されることになりました次は将来を見通した医師数の抑制ですすでに述べた一つの件に一つの依大一件一頼構想により医師陽性数の増大が図られる中で1970年代後半に入ると将来の医師数の過剰が議論されるようになりました。 1982年には医師について全体として増えすぎないように廃止し適正な水準となるよう合理的な要請計画の確立について政府内部で検討を進めることが閣議決定されました。また、1987 1995年年に年に、は、 新たに医師になる人を10%くらい抑制する目標が提言され医学部の入学定員が削減された結果入学定員が最高であった1984年と比べて2004年までには医学部全体で7.9%削減され 7, 人の定員となりましたしかしそのあと逆の動きとしてもう少し医師を増やしたいと地域の医師確保などに対応するため2008年度より医学部入学定員の増員が行われ2018年現在では合計で9,419人となっています。 歯科医師についても1986年に将来の過剰と関連する問題点が指摘されその後、入学定員の20%削減が実施されさらなる削減が提言されています次は介護サービスの整備と充実です1973年の老人医療費無料化その一方で 福祉施設のの整備の遅れは介護サービスを必要とする高齢者が入院を選択せざるを得ないという社会的入院の問題を生じさせました本当は介護サービスを受けたいのに場所がなくて入院するという問題ですその解決を目指し1986年病状がほぼ安定して 病院での入院治療よりも看護介護機能訓練に重点を置いたケアを必要とする高齢者に必要な医療ケアと日常生活サービスを提供する施設として老人保健施設設が創設されました1989年にはホームヘルプデイサービスショートステイといった在宅福祉対策の 緊急整備に重点が置かれた高齢者保険福祉推進10カ年戦略ゴールドプランがまた1994年には内容の一層の充実を図る新ゴールドプランが策定され施設両面にわたる基盤整備が進められました。 そして1990年代以後医療提供体制の整備の時代ですまず医療施設の機能分化と制度改革医療施設の機能分化を図る観点から1992年の医療法改正では新しく特定機能病院及び 療養型病床群が制度化されましたまた97年の改正では複数の診療科を有し100床以上の病院を対象とした総合病院制度が廃止され新たにかかりつけの医師歯科医師などに対する支援として障害患者への医療提供施設 設備の共同利用や開放化救急医療の実施地域の医療従事者の研修などを行う病院を地域医療支援病院として位置づける制度化が行われました2000年の法律改正では精神病床感染症病床結核病床以外の病床について 主として慢性期の患者が入院する療養環境に配慮した療養病床と医師看護師の配置を厚くした一般病床に区分されましたその後病床機能報告制度が導入され一般病床または療養病床を要する医療機関が病棟単位で4つの機能 高度急性期、急性期、回復期、慢性期から1つ選び状況を都道府県に報告する制度が動いています。看護職員の受給の見通し。看護職員の受給見通しについては2005年にそれ以後5年間の第6次看護職員受給見通しが策定されました。その上で 資格を有ししなながら就業しない潜在看護職員、当時55万人いたと推計されますがこの方々の再就職の促進毎年5万人以上いる新人看護職員のうち就職後1年以内に4,500人が退職するということを踏まえた離職の防止と 定着促進などの看護職員確保対策が大切だと指摘されました。2025年の需要推計に関して言うと都道府県からの報告では180万人となる一方でワーク・ライフ・バランスの充実を前提に看護職員の超過勤務時間や有給休暇の取得日数など 勤務環境改善を考慮した推計も行われています。それから看護系大学など高等教育の充実について高齢化の進行医療サービスの高度化多様化などに伴って対応できる質の高い看護職員を確保すべきだという要請が高まり少子高齢社会看護問題検討会 の報告1994年では今後取り組むべき具体策として1看護系大学大学院など高等教育それから2養成所の教員施設また3として高齢者や在宅療養者の看護を重視した教育カリキュラムそれから4番目として障害教育 この充実を図ることが指摘されました。その後、この方針に沿って、看護教育カリキュラム改正、看護系大学、大学院の設置が進められています。看護師養成課程がある学部・学科を持つ全国の4年制看護系大学の定員数は、1993年度の1198人。 二十一項から。二千十九年度には。二万四千五百二十五人。二百七十二項に。なりました。次は介護保険制度の創設。と介護サービスの拡充です。行政がサービスの受け手を特定し。サービスの内容を決定する。措置制度。行政がしてあげる。という制度から。 利用者が自ら選択した施設との契約に基づいてサービスを利用する制度への転換の先駆けとして2000年にこれは利用者の選択によって契約により各種の介護サービスを利用することを可能にし費用負担を含め国民全体で 高齢者の介護を支える仕組みです制度スタート後サービス提供基盤は急速に整備され65歳以上の第1号被保険者は2000年には2,165万人でしたが2015年末には3,382万人へと増加しています最後にまとめです。 以上で、太平洋戦争後から現在までの日本の医療体制の変化についてお話し,しました。特に、1980年代以降の変化は、人口の高齢化を想定しており、その考え方は、例えば、2016年の厚生労働白書の表題、人口高齢化を乗り越える社会モデルを考えるに、 典型的に表れています。日本はかってほどは財政的に豊かな国ではなく限られた医療資源を有効に活用することを目指して感染症病床を減らす一方で療養病床を増やす医師数を抑制するなどさまざまな改革を進めてきました。結果として、例えば、 2015年の OECD 統計で見ると日本はアメリカイギリスドイツなどに比較して病床数が多い一方看護職員は比較的多いけれども臨床医師の数が少ないなどの特徴が現れています。そしてこのような日本の医療を新型コロナウイルスの流行が直撃しました。 これまで私たちが想定していなかった考えもしなかった時代ですこれからどうしていったらいいか皆さんも考え始めてください